皆様こんにちは。すっかり秋らしくなってき、た毎日ですけど、いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、9月の17日ということで、自由民主党の総裁選挙が告示でちょうど始まるところでですね、この収録をちょうどしている最中に、4人の候補と今の時点で言われていますのうちの一人である高市さんもですね、出陣式の様子を生中継するというのでですね、後で追って見てみたいなというふうに思っております。私は無所属の議員でありますので、自由民主党の総裁選には直接一票を投じたりですね、する立場ではないんですけど、来月の衆議院選を前にしてですね、行われる総裁選というのは、野党が政権を取るということは考えにくい状況でありますので、実質的に総理大臣を選ぶというのに等しい選挙であってですね、やはり一国民として、また無所属の地方議員ではありますけど、議員として、大いに関心を持って、またこうし、ぜひこういう方向にですね、進んでほしいなという思いは持っております。言うまでもなくですね、岸田、河野、高市、そして野田という4人の候補が出るというふうに今日時点で言われてて、変わることはないのかなというふうに思ってますけど、この中で、国家観、歴史観、あと個別の政策でもですね、十分に、研究をされていると、大局観を持ってそれぞれ個別のですね政策を研究されているなということを感じるのが、高市早苗、候補でありまして、私はぜひ、総裁に当選をしてほしいなというふうに思っています。で、最初総裁選出るというのがですね、ニュースになった時に、多くの人はですね、今回当選するのは難しいんじゃないかとかですね、まず今回一定の票を取って、次回の総裁選挙でですね、当選をして総裁になると、そういう、中期的に考える、そのまず最初の段階であろうというような認識を持っていた人も多いのかなというふうに思います。しかし、私はもうこの令和3年の時点でですね、いろんなことが差し迫ってきて、何年後だったらこの見識のある人にですね、やってもらう準備ができるからですね、そうしてもらえばいいというような時間的ないとまがもうなくなってきている現状だというふうに思います。国防においても、尖閣にですね、直接の武力侵攻を台湾とともにする可能性があると言われているのが、もうここ 1,2 年で、北京オリンピックが終わってからですね、実際にそういう動きを加速するんじゃないかという観測が生まれておりますし、アフガンの撤退をですね、無様なアメリカの撤退の仕方を見てもですね、アメリカという国を当てにして自国の防衛をすることがいかに恐ろしいものかと、信用できないものかというのをですね、感じた方も多いんじゃないかというふうに思います。経済面においてもそうですね、コロナの影響で経済のマイナスがですね、当初予想されたほどは激しい落ち込みはしていないもののですね、生活保護も増えるんじゃないかとかいう話が出てましたけど、実は生活保護受給世帯はですね、横ばいだったり減ってるというような状況であってですね、
やはり政府のさまざまな施策がですね、まあ、不十分だという批判はいろんなところは寄せられますけど、それなりの効果は上げてるということなんだろうというふうに思います。で、まあ、そういう今のところはですね、ものすごい社会が没落するようなですね、経済崩壊というのは起きてませんけど、これもいつまでもですね、今と同じような形で、まあ、いろんなものを規制しながらですね、財政支出を、まあ、増やしていくと、まあ、財政支出必要なことはやるんですけど、経済を過度に縮小しながらやるというのはですね、そう長く続けられるものではないというふうに思いますんで、まあ、これもきちんとした大局観を持ったですね、リーダーがしっかりと仕分けをしなきゃいけないだろうというふうに思います。まあ、大局観というのは死生観と死ぬ生きるの死生観ですね、そうしたものも含めてということだと思いますけど、やはり、まあ、長い歴史の中でですね、我々はこの短い期間、まあ、生かされていると。でその生かされている中で、まあ、自分の天命をそれぞれの立場で果たしていくというのが、まあ、幸せであり、役割だということだと思うんですけど、そういう中で、ことさらにですね、健康だとか長く生きるというのをですね、あるいは清潔にするという、あまりに過度にやりすぎるとそっちがメインになってですね、天命を果たすとかですね、社会の中で、役割を果たす、あるいは子供についてはかけがえのない体験をですね、その年代年代でしていくということができなくなっていくのでですね、健康のためになんか不健康な社会を作ってしまうというようなこと、やはり人間というのは生きていれば病気にはですね、いろんな要因でなるわけで、コロナもですね、新しい病であって、さまざまな対策はしなきゃいけないんですけど、ワクチンを進めるということもそうですし、社会的な枠組みでですね、ワクチンパスポートというのも私は必要だと思います。そういうものはやっていきつつも、あまりにいろんなものを縮小したり取りやめるということをやりすぎるとですね、かえって不健康な社会で幸せが減ってしまうんでですね、その病というものは、一定程度存在してですね、運が悪かったり寿命が来たら、それも運命として受け入れていくというような腹のくくり方をですね、我々個人、国民個人もしていかなきゃいけないと思いますし、政治家もですね、そういう、対極的な見方をですね、持ちながら施策を作っていかなきゃいけないのかなというふうに思っています。もうコロナの陽性がですね、もうゼロに近づいていかないと、もう夜も眠れないようなですね、そんな不安を感じるようなですね、そういう風潮だったり、そういう感性をですね、育んでしまうようなことはやはりやめるべきであって、自分自身もそういう感覚ではないようにですね、いろんな運命というのも受け入れていくということを心がけているつもりでありますけど、やはりそういうこともきちんと考えられるリーダーじゃなきゃ、これからの社会はですね、やっていけないなというふうに思っています。そういう、国家間歴史観というのは、ここで詳しく言うまでもなくですね、靖国神社に、参拝をですね、続けておられることに象徴されるような政治家であって、文句を言うマスコミとかですね、周辺の人たち、あるいはチャイナと
朝鮮半島などはありますけど、そうした国もまあさらりとしかし毅然とですね、対応、自分の信念を、まあ、伝えた上で対応ができるというのはもう高市候補しかいないなというふうに思っています。で、まあ自分自身はそういう思いでですね、まあ、自民党員じゃないんですけどぜひ当選してほしいと思いますし、まあ、周りの自民党の方がいたらですね、まあ議会の場でもですね、まあ、自民党さんいるんでですね、そういう話を、まあ、それとなくしているところで、ありますけど、じゃあ実際どうなるかなというのをですね、まあ、私の政治家の直感からお話をしたいというふうに思います。まあ、結論から言うと、まあ、将来のことを言うとですね、まあ当たらないとですね、外しやがったというふうに後で言われるかもしれませんけど、まあ、私はこの、まあ、社会状況や高市候補の、まあ、高い見識というものを持ってですね、まあ、あとし今置かれている日本の状況を国民、まあ、自民党員とですね、国会議員、まあ、のんぽりみたいに見えるような国会議員も含めてですけど、じゃあどう判断するかというと、最終的には高市候補がですね、総裁に就くであろうというふうに思っています。それは私の希望でもありますけど、希望だけではなくて、そうなるだろうというですね、社会的な、まあ、流れの中での判断だということであります。やはりまあ今までもですね、日本の危機だということで、何度も何度もそうですね、ここ数十年言われてきて、まあ世の中の数パーセントの人とかですね、まあ本当に限られた人が危機感を持って、まあ集会やったりデモやったりですね、いろんなところで、言論活動をやったり、まあ、ポスティングしたり、まあ、いろんなのがあると思うんですけど、口コミとかそういうのをやっていたりですね、日頃の、まあ、生活の中で周りの人に、まあ、いわゆる啓蒙というのを進めたりというのはやっていた時期は続いてき、ていました。まあ、私もそういう中でですね、同じ思いを持つ人と一緒に活動をするということが多く、そういう現場を共にすることが、まあ、今までもあったわけですけど、やはりそれはこう一部にしかなかなかですね、伝わらなかったり広がらなかったんですけど、それがだん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 もう社会の中のある程度の、まあ、いわばマジョリティのようなですね、形に広がってきて、まあ、まだ過半数には及んでいないですけど、もう2割3割という人たちがですね、かなり近い思いを持つようになってきたのかなというふうに思っています。まあ、一方で左翼思想の人たちも、まあ、2割3割はいて、まあ、残りの6割から8割ぐらいは、まあ、まあ、その時の雰囲気でですね、かなり流れてしまうようなですね、感じの人たちなのかなというふうに思うんですけど、でそれぞれの、まあ、非常に単純化した言い方ですれば、右側の勢力と左側の勢力が、まあ、左が少し減りつつも右が増えているという、まあ、そういう状況なんですね。でも一方で左側もですね、こう LGBT だとかですね、
まあ、男女共同参画だとかですね、まあ、あるいは女系天皇推進だとかですね、夫婦別姓だとか、まあ、いろんなところで、まあ、なんとなくそれがいいような雰囲気をですね、作り出して自分たちの陣営の、まあ、思想のセットみたいなのをですね、より広くルフできるようにですね、まあ、日々彼らもやっているのでですね、そうしたところで、まあ、マスコミなどもそうしたところに載ってる部分は相変わらずあるのでですね、彼らも勢いを、まあ、取り戻そうとする動きというのは衰えているもののですね、まだまだ健在であるのは間違いない